重ね合わせの原理。物理学及びシステム理論における重ね合わせの原理。重ね合わせの原理とは、線形な系一般になり立つ特徴的な原理。二つ以上の入力が同時に与えられた時に形が返す応答が、それぞれの入力が単独に加えられた場合に返される応答の総和となることを言う。つまり、入力に対して応答が返され、 入力に対して応答が返されるならば、入力に対して返される応答はである。重ね合わせの原理が成り立つためには、可方性及び、性次性の二つの性質が必要である。以下で定義される線形関数は、そのような性質を持つものの一つである。ここではスカラーである。多くの物理系は、線形系として、モデル化できるため、 重ね合わせの原理が適用できる例は、物理学、工学に数多い。例えば、針は荷重を入力、たわみを応答とする線形形として、モデルかける。線形形は、数学的に解析が容易だという点で重要性が高く、フーリエ変換やラプラス変換のような、周波数領域への線形変換、線形作用素理論など、多数の数学的技法が適用可能である。 ただし、一般に、物理系の線形性は、近似的にしか成り立たないため、重ね合わせの原理は、真の物理的振る舞いの近似でしかない。重ね合わせの原理は、いかなる線形形においても適用できる。代数方程式、線形微分方程式及びそれらの方程式系は、一例である。入力と応答になり得るのは、数、関数、ベクトル、ベクトル上。 時間変化する信号など、ベクトル空間の氷形を満たす、数学的対象であれば、何でも良い。ベクトルやベクトル上を問題にする場合、重ね合わせとは、ベクトル和を指す。線形形に対する、ごく一般的な入力を、単純な形式を持つ項の重ね合わせとして、表現すると、応答が計算しやすくなることが多い。例えば、フーリエ解析では、 入力を無限個の制限関数の重ね合わせとして表現する。重ね合わせの原理が成り立つ場合、制限関数を個別に解析して、それぞれの応答を計算することができる。この場合、応答は入力と等しい周波数を持つ制限関数である。ただし、一般に振幅と位相は等しいとは限らない。重ね合わせの原理により、入力全体に対する応答は、 個々の制限波応答層は、もしくは積分で与えられる。もう一つの例として、グリーン関数法においても、入力は無限個のインパルス関数の重ね合わせとして表され、これに対する応答は、インパルス応答の重ね合わせとなる。フーリエ解析は特に波動の解析に広く用いられている。例えば、電磁気学において、普通の光は平面波、周波数、 変更状態、進行方向が定まった波が多数重ね合わされたものとして記される。重ね合わせの原理が成り立つ限り、成り立たない場合については非線形光学を参照。いかなる光の性質も、より単純な平面波の性質の重ね合わせとして理解することができる。通常、波は、あるパラメータの時間的、空間的な変動として記述される。あるパラメータとは、 水波では水面の高さ、音波では圧力、硬波では電磁場である。パラメータの平行値からのズレをここでは変異と呼ぶ。与えられた時間、空間に対して変異の値を返す関数が波である。いかなる物理系においても、ある時刻における波形、変異の空間分布は、波源、波動に影響を与える外力などの条件及び初期条件。 はじめの波形の下で微分方程式を解いて求めれる。多くの場合、古典的な波動方程式など波動を記述する方程式は線形性を持っており、重ね合わせの原理が成り立つ。つまり、同一の空間を二つ以上の波が伝播するとき、合成波の変異は個々の波が独立に作る変異の輪となる。例えば、二つの波が 直線上を互いに逆方向に進んでいるとき、それぞれの波は互いに影響を与え合うことなく、すれ違いながら、パラメータを変動させていく、図三章。干渉という現象は、波の重ね合わせに基づいている。二つ以上の波が、同一の空間を進んでいるとき、空間各点における、正味の変異は、個々の波が作る、変異の輪となる。などでは合成波の振幅は、 個々の成分よりも小さくなる。このような場合を弱め合う干渉と呼ぶ。他方でなどでは合成波の振幅が個々の成分より大きくなる。この場合強め合う干渉と呼ばれる。リチャード・ファインマンはファインマン物理学において波の干渉と解説はどちらも重ね合わせから生じるものであって本質的な違いはないと述べた。 小数の波源からの波の重ね合わせを論じるときは、慣習的に、干渉が用いられ、波源が多数であれば、解説と呼ばれがちであるに過ぎない。この論を進めれば、干渉と解説は同一の効果の両極だと言える。はっきり区別できる、小数のコヒーレントな波源の重ね合わせは干渉と呼ばれ、一つの波面を無数のコヒーレントな波源の根、合わせとして表すとき、 その効果は解説と呼ばれる。一方で、干渉と解説という概念が不分妙なのは、破面の分割と振幅の分割の区別が意識されていないためだ、という主張も存在する。ヤングの二重スリット事件やフラウンホーファー解説のように、一つの波の破面を分割して作った複数のコヒーレントな破源を干渉させる場合、それは解説に近い。これに対し、 マイケルソン干渉系のように振幅を分割して作ったコヒーレントな波源を干渉させる場合解説とみなされることは稀である現実に近い物理モデルのほとんどにおいて波の支配方程式は近似的にしか線形ではないそのようなシチュエーションでは重ね合わせの原理も近似的にしか成り立たないが波の振幅が小さいほど 禁似の精度が高くなるという規則が存在する。重ね合わせの原理が成り立たない時に起きる現象の例については、非線形工学及びの項目を参照のこと。量子力学では、ある種の波の電波や振る舞いを計算することが最重要な問題である。この波は波動関数によって表され、その振る舞いを規定する方程式は、シュレーディンガー方程式とこれる。 ある波動関数の振る舞いを計算する基本的なアプローチは、定常状態と呼ばれるシンプルな性質を持つ波動関数を複数字には無限個重ね合わせたものとして書き表すことでや、シュレーディンガー方程式は線形なので、問題の波動関数の振る舞いは定常状態の振る舞いの重ね合わせとして計算できる。両子力学的な状態はヒルベルト空間のベクトルだとみなされることが多い。 しかし、量子状態は絶対値にのみ、物理的意味があると考えられており、ある状態に絶対値一の複素位相因子をかけても、同じ状態だと解釈される。これを考慮に入れると、量子状態はベクトルではなく、のもと、すなわち斜線で表される。斜線とは、あるベクトルを定数倍したものをすべて同値とみなす、同値類である。斜線の間に和は定義できないため、 量子状態の間に単純な重ね合わせは成り立たない。したがって、ディラックが量子力学において見られる重ね合わせは、古典理論における重ね合わせとは本質的に異なった性質を持つと述べているように、と本校で述べている一般的な重ね合わせとは区別する必要がある。よく見られるタイプの境界値問題は、抽象的に表せば境界条件の下で、 方程式を満たす関数を見つけるというものである。例えば、ディリクレ境界条件の下で、ラプラス方程式を解く場合は、ある領域におけるラプラシアンにあたり、和の境界に制限する演算子、和の境界においてが等しくならなければならない関数を意味する。およびが、どちらも線形演算子である場合には、方程式の解の線形重ね合わせがやはり、 方程式の解となるという形で重ね合わせの原理が成り立つ。この時境界値も加算される。そのため方程式の解のリストが与えられれば解を適当に重ね合わせることで境界条件を満たす解を作り出すことができる。これは境界値問題を解くアプローチとして一般的なものである。レオン・ブリルアンによると重ね合わせの原理、振動系の運動は 一般に、K の固有振動の重ね合わせで与えられる1 7 5 3年に、初めて提唱したのは、ダニエル・ベルヌーイであった。重ね合わせの原理を認めると、いかなる関数も三角関数の重ね合わせとして、表現できることになる。この定理が強力すぎると考えた、オイラー及びラグランジュは、重ね合わせの原理に対いて、回帰的な立場を取った。後になって、 重ね合わせの原理は主にジョゼフ・フーリエの研究を通じて一般に認知されるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。